今まあ3台固まってますが、今はトンネルにも入ってなくて、やはりその GPS がちゃんと受信できている状態です。ですので3台とも、まあ、GPS を使って位置を出していますので同じ位置を走っております。これからですね、上の方に点々の道があると思います。これがトンネルです。でここに入った後の地前というものを説明いたします。で、トンネルに入りますと、緑がセンサーが全くついていない GPS だけのもので、これがトンネルの入り口で止まってしまいます。でポジションプラス G の青とキャスセンサーがない、まあ、青と赤ですね、それだけが中に入って進んでいく様子を、これからお見せいたします。ポジションプラス G、青と気圧センサーなしの赤だけが中に進んでいます。でこの両どっちが正しいのかというのはこの段階では分からないんですけれども、この先の方に、まあ、ここがトンネルの出口になるんですけども、そのトンネルの出口になった時に、まあ、GPS が受信されますので、そこで、先ほど入り口で止まっていた緑がワープしていきます。つまりそのワープしてきた瞬間に緑の位置に一番近くにいた方が立つ正解ということになります。さてどっちが正解でしょうか。最終的には青の方が緑に近かったという、まあ、デモですね。